おはようございます。リキューです。ウェイレイジングアワーの中からお送りをしています。皆さんの地方の、皆さんの住まいの天気はいかがですかね。朝起きて雨だと、なんか残念だなと思うのと、やはりいつも申し上げるように、いきなり仕事ができない、この脳を活性化するためのこの一つの私なりの朝の起きてって言いますかね。流れがあるんですが、体を動かして脳を活性化させて整理されてから、まあ、仕事に入っていくと。まあもちろんその間に食事をしたりとか、まあいろんなステージがあるんですが、ちょっとその段取りが崩れると、ちょっと不安になるって言いますか、ルーチンワークが崩れるって、ちょっといまいちですよね。まあ皆さんも、朝のルーチンワークがあると思うんですが、さあ、いかがでしょうか。さて、今日のテーマはですね、紙芝居を作ってみました。作ってみました。紙芝居ということで、昨日、まあちょっと日曜日なんですが、打ち合わせがいくつかあって、その打ち合わせの合間にですね、金本まりこさん、まりさんから学んだ紙芝居というものを、ちょっと作ってみようということで作ってみました。まあ手書きで作るというよりも私がちょっとチャレンジしたかったのは、このウェブ上に出す、それをポケットに入れて持っていって、それをいつでも皆さんに見ていただくことができるような設計で作れないかなというふうに考えながら作っているわけですけど、まあ、とりあえずはやってみて、うまくいかなくても、まあいいかなというふうに思って作りました。で、またそれを今 YouTube にアップしようと思うんですね。紙芝居は音声だけでもいけるのかもしれませんが、一応映像ということなので YouTube にアップしてみようというふうに思っています。まあリアルで紙芝居をするという前にですね、オンライン上に紙芝居を出したらどうなるかという今トライをしているところです。まずはどういうふうにして作ったかっていうのは、これからちょっとご説明して、できたものをまた、概要欄に貼っときますので、もし可能であれば見ていただいて、アドバイスをいただければというふうに思います。このマリさんから学んだ通りなんですが、まずストーリーを考えるということですね。いきなり作業に入るというわけにいかないので、ストーリーを考える。そして難しく考えない。で、登場人物を考える。で、何を伝えたいかということを整理をする。で、最後は、めでたしというもので締める。まあ、そういうことを学んだので、まあ、それに準じて作っていくということで、作り出してみました。で、登場人物、テーマですよね。テーマは、私が今手掛けているエイジングと介護。このプラットフォームのテーマを紙芝居にしてみたらどうなるだろうということです。で、ウェルエイジングの物語。歩みってどうだったかな？そして今何を考えているんだろうという、未来に向かって、現在から未来に向かって皆さんにお伝えできることを紙芝居風にまとめてみました。さあどうでしょう？また皆さんの評価をいただきたいというところですが、どういうふうに作ったかというのをちょっと簡単に整理をすると、今申し上げたようなことなんですが、まず YouTube に出すために、できるだけキャンバーというソフトがあるんですが、その中に入っている既存の素材だけで作ろうということですね。それから登場人物は、リアルな人というよりも、キャラクターは擬人化していこう。その動物、生物に擬人化をしていこうという作業をしてみました。ですから登場してくる人物、リアルな名前を出していい人と、出せない人というのがあるので、そういった人をですね、全部動物に擬人化をして、その動物がお話をしているというふうに出していきました。そして私も動物になる。それを会話をする。で、その背景があるわけですね。プロセスがある。そのプロセスもキャンバーにある素材を使っていく。まあ、リアルな写真、私の中にあるものも一部使いながら、これは私のものなので著作権関係ないので、その辺を注意しながら、どこでもいつでも見ていただけるような、
そういう絵とか物語にしました。で、しっかり伝えない、くちゃいけないところは、しっかり事実として伝えるというところなので、まあそこは、お名前を出したり、あるいはしっかりとした事実としてお伝えするっていうのはもちろん物語の展開としては必要なので、そこはちゃんと使い分けるということですね。キャンバだけで作れるのかという一つのテーマ。で、今までの紙芝居、絵を描いて、紙に描いてというよりも、今私が紙芝居を作って使っていけるもの、たくさんの人に見てもらえる、あるいは聞いてもらえるというところで言うと、私なりに言うと、わかりやすい言い方をすると、YouTube のスライドショーみたいなところに、今日もこういうふうにお話ししている私の音声を乗っけていくということですね。音声も今 AI で作成できるわけですね。テキスト文章にして、それを AI にお話をしていただいて、作り上げたスライドショー、劇団紙芝居と音声を組み合わせるということもできますけど、そこは今回は私がその動画に合わせて私がお話をしてみるというような形にしました。で、キャンバで作ったのは素材なんですね。で、それをパワーポイントに最終的に置き換えるということです。このキャンバの中にパワーポイントというテンプレートがあるわけですよね。その中で作っていて、で、キャンバの中にある絵とか写真だとかイラストを使って、で、文字を入力をして、で、ページを数枚作っていく。で、最終的にそれをパワーポイントとしてアップデートして、それを今度は動画の編集ソフトで編集をして、最終的に YouTube にアップしていく。で、紙芝居、このパワーポイントで作るときに、これ試行錯誤もまだ繰り返してるんですけど、この最初からベースになっているもの、紙芝居風の台紙を作って作ればよかったかなと思ったんですが、それに気がついたのは後なんですね。YouTube に試しにアップしてみて、まあ単なるセミナーの研修資料みたいに見えてしまうので、その見た感じも紙芝居風にしたかったので、その皆さんわかりますかね、パワーポイントの台紙を紙芝居的なものの中に入れていくっていうことを後で気がついて、今最終的にその調整をしているんですが、なかなかこの、そこが収まりきれないので、紙芝居風に映像が動かないなっていうところを今最終調整をしているところです。まあ、あとしばらくしたら完成するので、ベースの動画はできているんですが、紙芝居風の、まあ、額縁に入れるというところのところで今、難航しているっていうことですよね。あ、石川さんおはようございます。大阪も雨でしょうか。これ東京は結構強い雨が降っているということですね。さあ、手書きで絵を描いて、絵本風に作るというようなこともありますけど、最初それやったんですが、ちょっと難しい、時間かかるな、手書きで描いていくと、どうしても、しっかり描きたいということで、発想は広がるんですが、手が止まっちゃうということもあったので、まあ今回のやり方は、キャンバにあるものを使っていく。まあ一部ですね、キャラクター設定については、フリーソフトをダウンロードして、それをキャンバに入れて、少し加工をしていくという作業も繰り返しました。これはまた出来上がり見ていただくと、いいかなというふうに思います。で、登場人物を申し上げると、登場人物っていうとあれですね、登場キャラクターは、最初はですね、カエルさんなんですね。カエルさんは私です。で、次に登場するのは馬さんです。馬さんは私の話を聞いてくれる私の師匠みたいな人ですね。それと、亀さん。亀さんは、日本ウェルエイジン協会の創設者の方を亀さんというふうに設定をしました。そして、鶴さんが出てきます。鶴さんは、これは日本ウェルエイジン協会の私の前会長、私のマーケターの、まあ師匠である方、まあ、陽子さん、鶴さんイコール陽子さんというのを設定しました。まあ、その他に子供だったり、
それと仲間だったり、さまざまなキャラクターを考えていて、10くらいのキャラクターを考えたんですが、まあ、今回第1回目のキャラクターに登場してくるのはカエルさん、馬さん、カメさん、鶴さんまでですね。まあ、そういう登場人物を作って、そのキャラクター、動物のキャラクターが紙芝居の中で会話をしていく、やり取りをしていくというようなストーリー、これがウェブエイジング物語というタイトルで付けました。第1話が今日中にアップできたらいいかなというふうに思っていて、そのアップした紙芝居を、まあ、どこで披露するかというのは、今私が作成途中であるウェブエイジングセンターっていうウェブサイトに、このサイトの紹介、あるいはウェルエイジングという概念の説明、それとウェルエイジングアカデミーという私のプラットフォーム、そこで商品販売、まあ、商品コンテンツ、もの、それから教育コンテンツを提供するようなプラットフォームを運営してるんですが、そことウェルエイジングセンターというまた別に作っている情報サイトを、まあ、連携させていくことが今回の目的なんですが、その説明を紙芝居でやっていこうというようなことを私なりに組み立てているということですね。はい。石川さんから返事をいただいてありがとうございます。おー、大阪豊中は青空ですということなので、じゃあ東京も西の空が移動してくると、また青空がもちろん巡ってくるでしょうね。まあ、そんなことを今、考えています。さあ、私がこの紙芝居をなぜ作ろうと思ったかっていうのは、この隅田川を歩いている時に紙芝居の練習をしているご婦人にお会いしたからなんですね。これ前にもお話説明をしました。で、その方と会話しながら、そのご婦人が、その70を超えてる方だったんですけど、私に今できることは紙芝居で、紙芝居を子供たちに紙芝居で伝えたい、そのために声が出るようにトレーニングしてるのよと言って、ウォーキング中の私に2つの物語を練習を兼ねて聞いていただけますかということで、子供用と大人用の話を聞きました。で、その紙芝居も売ってるそうなんですね。まあ、そういう売ってる、作ってる方がいて、で、それを購入して、それを読んでいく、朗読していくというやり方。それと、金本まりこさんが勧めるのは、自分で物語を作ってみてください。で、それを自分で簡単な絵でいいので、絵を入れて、語ってくださいっていうような絵本の作り方ですね。どちらのやり方がいいかということじゃなくて、いろんなやり方があるんだなということですね。で、私がこのウェブエイジングということを皆さんにお伝えしていくときにはですね、このウェブエイジング、長生きの時代を、幸せを目指して生きていく、そういう思想を伝えるための手段として、このキャンバーを使ったり、イラストを使ったり、あるいは YouTube、あるいはこういう音声、ポッドキャストを使って、オンラインに載せて伝えていこうということですね。ですから物語は自分で作る。自分にあるものを紙芝居風にして作るということ。これは私の作業なんですが、もう一つは、高齢者の方々に、その方々の人生はやはり物語だと思うんですね。誰かが聞いてあげることでお話をしてくれる。それを受け止めて、紙芝居風にしたらどうなるだろう。語ってくれるかなということと、それから受け止める人がいれば、あるいは介護の現場で働いている人たちに、そんな時間ないよというのかもしれませんけど、簡単に作ることができれば、会話で得られたその人の物語を、例えば、次の会話につなげていくために記録として残す、介護記録として残すだけじゃなくて、紙芝居として残す、まあ、自分史を作っている仲間もいるので、自分史を作る人たちとも
こんなやり方どうでしょうというディスカッションしながら、私は私なりに紙芝居風にして、で、できればその紙芝居を高齢者の方に声を出して読んでいただく、あるいは説明をしていただくようなことがあれば、声を出す練習にもなるし、自分の物語をお話しする場が作れる。そしてそれは受け止めれば、記録として残れば自分史になるよね、あるいは介護記録になるよね。介護保険的に言えばですね、その人の人生を探るためのアセスメントになる。で、今何を考えているか、あれ今後どういうふうに生きていきたいかっていうケアプランになる、ライフプランになるというようなことも、この介護の仕事上に的に言えばそういう表現に変わっていくだろうというふうに思っているわけですね。まあ、応用は皆さんのアドバイスをいただいたり、反応を見ながら、そして私も作りながら試行錯誤を繰り返して、あまり時間かけないように作らないといけないなというふうに思っているので、まあ、パソコンの中だけで作る作業、それをまあ少し動画編集したり、そういう技術も必要ですけど、まあ写真を並べて、写真を一枚出して説明するだけでも物語ですよね。これは自分史で、一枚の写真史、一枚の写真の自分史という活動をしている人もいらっしゃるので、一枚の昔の写真を、これはね、いつだったかな、ここに写ってるのは誰々で、この後ろに写ってるとこはどこどこで、この時私はこう感じたのよというような会話の中だけでも、この一枚の自分史ということができるというふうに思うわけですね。まあ、いろんな方法がある。別にこれにはルールがあるわけじゃないので、まあ、自分ができるレベルで情報を発信していく。ただ目的はウェルエイジング、あなたのその人生を教えてください、それをつなげていきます、命をつなげていきます、老いを受容してくださいね、介護になってもウェルエイジング、そして人生が終えるときには、そのあなたの物語をご家族だとか仲間だとか、あるいはあなたの介護を担当してくれた人たちにぜひ伝えて、あなた自身を引き継いでいく材料にしてもらえませんかというような、まあ、一つの素材作りで考えています。ぜひ皆さん、私が作った紙芝居、これはオンライン上にアップしますので見ていただいて、いろいろアドバイスをいただければ、あるいは皆さんのアイデアも頂戴していければ、金本さんとは紙芝居を使ったなんか活動していきたいねっていう話がもうすでに盛り上がっているので、金本さんにも見ていただいてですね、マリさんと一緒にこういうことできたらいいかなっていうふうに思います。紙芝居の練習を していた隅田川でお会いしたご婦人のように、私はなかなかいろんなパフォーマンスができませんので、紙芝居を作って、それを一緒に作ったり話したり朗読したり、あるいは他人に伝えたり、これはご婦人のように私にもできるかなと思ってやってるわけですね。上手に歌を歌いなさい、上手に踊りなさい、あるいはピアノを弾きなさい、ギターを弾きなさいということは私にはできないので、紙芝居にして情報を共有してお話をする、これならできますということでトライをしてみたところです。はい、ということで今日はこのくらいにしておきますが、ぜひ私が昨日仕事の合間に作ったオンライン上の紙芝居をご視聴いただいて、また皆さんのディスカッションの材料になれば嬉しいです。はい、皆さん今日も良い新章をお過ごしください。またお会いしましょう。